どうも。あれ、もしかしてリアーナの家に入るの初めてかね。ちょっと私が入ってきたんだけど。皆さんこんにちは。ただいまのアイナとオン時刻は2024年2月25日日曜日の午後5時35分です。今日は特にお知らせはありません。また新しい1週間が始まりますので、皆さんそれぞれが良い1週間を過ごせますように。それではほいということで、今回もやっていきたいと思います。多分前回がねカーニバルやったんかな。お、何の作業中？あら、アイナさん、なんだか久しぶりよね。もしかして忙しかった？あんまり無理しちゃダメよ、だってば。なんでそんなきちっとした格好してんだい？あら、私に何か用？だってば。おしゃべりしよう。暖かくなると、しっかり寝ていても眠気が襲ってくるのよね。春の陽気のせいかと思ったんだけど、季節の変わり目は負担がかかるっていうし、もしかしてそのせい？だってば。最近季節の変わり目とか全然わからんくなってきてない？気温がね。てかこの冬ずっとあったかかったしなんか数日ぐらい寒い日はちょこちょこあるんやけど。あ、何？ハンナちゃん考え事してない？気のせい？気のせいじゃない。ふふふ、ようやく僕の順番が回ってきたようだね、キリ。僕の心は紫色の姉もねさ。花言葉はあなたを信じて待つってね。なかなか声をかけてくれないから寂しかったよ。さあこれから2人の時間を取り戻そう。いやちょっとそれよりちょっとハンナちゃんが、実は折り入ってあんたに話しておきたいことがあるんだよ。この島ではたくさん思い出もできたし、そろそろ新しい場所に引っ越そうかなって真剣に考えてるんだ。だってね。ハンナちゃんか。でもハンナちゃんかわいいよな。行かないでおや、そんな風に言われちまうとこのまま出ていくには忍びないね。やっぱり引っ越しはやめるとするか。島を出るのはもっとあんたといろんなこと語り合ってからにするよ。だってね。ありがとう。でももし出ていくとしたら誰だ？ちょっと待って違う。ちょっと待ってくれ。メンバー確認はどこでできるんですっけ？マップか？マップだな。もし一瞬誰って思ったら済むや。あ、そっかそっか。うん、この中で、まあ出ていくとしたらよ。アンチョビかな次は。じゃあ、アンチョビが出ていきたいって言ったら、とりあえず、解放しますか。解放して他の子を呼ぶっていう風にするか。でもいい感じよね。モニカにリアーナにジャック。いや新しい子たち結構増えてきたんよね。このあつ森からの子たちいいね。何話してんの？この間あんたが教えてくれたドラマ早速見たんだけど、面白かったから来週も見るよ。どういう系統？よかったわ。生徒会長役の俳優さんかっこいいでしょ。私ファンなのよ。おお、学園もの？生徒会長ってトライアスロン部のキャプテンといとこ同士の人だっけ？そんな細かい設定まで。そうなのよ。普段はワイルドな役が多いんだけど、クールな役もとっても素敵よね。素敵ね。設定じゃなくて中の人の話来週からはちゃんとその生徒会長さんも見ておくよ。だってね。引いてるじゃねえか。なんでベンチの下に座るの？ベンチに座りなよ。アイナくん、お久しぶり。4ヶ月ぶりぐらいじゃない？そんなに？前回話してなかったってことか？そんなに空いてないって？あれ、おかしいな。さてはアイナくん、僕が寝てる間に遊んでたんでしょう。もういけずなんだから、だと。いけずって私、クレヨンしんちゃんでしか聞いたことないんだけど。ただこうやって座りながら空を見たりしてるだけなのにお腹が空くのはなんでだろう。だぞ。まあ、地べたに座りたい気分の時もあるか。あるかなあ。まあ確かにこういう下が草とかやったらあるんかもしれんね。なんか釣れてる？おいお魚ちゃん、あたいに釣られちゃいなよ。あは楽しそうだな。今日も良き日だ。てかあれだな、テレビがない子もいるような気がするけど、この集まりの中でみんな結構テレビドラマとかチェックしてるんすか？どうも。あれ、もしかしてリアーナの家に入るの初めてかね。ちょっと私が入ってきたんだけど。お、アイナ、ここ最近見かけなかったね。前に会ったのは1週間くらい前かな。逆に1週間前でしたっけ？もっと前かと思ったよ。あんたが顔を見せないから島のやつらみんな寂しがってたよ。うちもまあ寂しかったかな。すんとしないで。何を見ているんだろうか。どういう系統かも。漫画だね。漫画だね。なるほど。最近漫画とかはもう全然アプリとかで読むな。漫画を買うっていうのをなんかね、やめせんよね。なんかこう実際手に取って実物を買う本って私文庫本とかな気がする。漫画より。文庫本はね、ちゃんと収集したい派なんよ。わかる？あれ、他のみんなは家かな？いない。あ、まあそこはヒュージくんか。こういう飾り付けってあの二人がしよんかな。めっちゃ可愛いよね。あ、歌ってる。可愛い。めっちゃ可愛い。お、家にいるね、マミーさん。お邪魔します。マミーさんもあれやっけ、初期面やっけ。愛野さん、4ヶ月の間お話ししてなかったんですけど、どうされたんですか？いや、どうもしてないんだけどね。まさか、4ヶ月前は私が家の中で団子を歌いながら団子じゃない、単語だった。団子って何？激しく踊っていたのを見られた？とにかく、今日話しかけてくださってすごくほっとしました。これからまたよろしくお願いします、たふん。激しく踊っていた、大丈夫？その子供は。あら、どうしました？たふん。この魚私があげたやつなんかな？絶対、初期格じゃないよね。話しに来たよ。最近お料理の作り方がマンネリ化してる気がして、もっとやり方を変えた方が新鮮味があるんじゃないかと思っていろいろ試しているんです。例えばかかとを上げ下げしながらお料理をしてみたり。あ、そういうこと？味付けとかじゃなくて。運動不足が解消されますし、お料理も作れるので一石二鳥なんですよ。ながらダイエット的なやつか。でもお料理が完成した頃には足がつっちゃって歩けないことがあるんですけどね、ラフン。それは普段から体を動かしていないということだよ。私もやけど。やっぱね、学生のうちって体育の授業とかめっちゃ嫌いやけど、大事やったんやなとは思うよね。ねえ。やっぱ強制的に体を動かす時間を作られるっていうのは大事なんやな、きっと。ヤッホー、アンチョビー。どうもどうも。やっぱなんか家に必ずラジカセとかスピーカーとかそういう音楽が鳴る系統のものは欲しいね。なんかこのシーンとした感じの嫌じゃない？やっほー、えのくん、お久しぶり。1週間ぶりくらいかな。最近見かけないねって他の子たちとも話したんだよ。でも元気そうでよかった。みんなも気にしてたから顔を見せに行ってあげてね。です。今日割とみんな回ったような気がするよ。やっぱそういう系統の服いいね。ああいうなんか子供って感じの服似合う気がする。今別にあれ子供服じゃないけど、でもああいう感じのデザインの服ない？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。今回割と全体的に顔見せはできたんじゃないかな。話せてない子もおると思うけどいや、ハンナちゃん出ていくとか言われたらちょっと焦ったな。